今私はですね、標高3055メートルのところにおります。ここはですね、マウイ島で一番高い場所ですね。ハレヤカラという山の頂上、サミットでございます。普通3000メートルのところってめちゃくちゃ寒いでしょ。でも日差しが差してるからあったかいんですよ。下手すりゃ暑いっていうぐらいで、不思議ですよね。ここね、でもね、ゆっくり歩かないと3000メートルだから息が苦しくなるらしいんですよ。さっきウォーリーさんに言われました。沢田さん、ゆっくり歩いてください。だからちょっとゆっくり喋ってます関係ないって、それはいいんじゃないですか。そう、うわうわ、こっちは海だ。うわすごいね。もう白と青しかないね、色が。白と青と茶色です。雄大やね。素晴らしい、ならではだな。ここはね、すごく夕日が綺麗なところなんですよ。世界的に有名な場所で、ぜひ皆さんここに夕日を見に来てください。朝日でもいいです。朝日も素晴らしい。もうぜひ皆さん来てください、マウイに来たら。3055メートルまで車で来れます。ここ歩いて来たわけじゃないです、車で来ましたもう今歩いてきたと思ってる人、誰が歩いてきますかと。車で来れますから、ちゃんとね、道がありますからね。だから観光客の方も多いです。子供たちも、子供たちがいますからね。お母さん短パンで、3055メートルのところで短パンでいますからね。